11月17日深夜、衝撃が走った。羽生譲るが公式 X、旧ツイッター、羽生譲るオフィシャルアンダーバースタッフ公式、で突如離婚を発表したのだ。世間を驚かせた電撃結婚発表からわずか105日。まさかの結末となった。羽生は X に寄せた文書でこう明かした。現在、様々なメディア媒体で、一般人であるお相手、 そのご親族や関係者の方々に対して、そして、私の親族、関係者に対しても、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされています。その上で自身の決断について次のように説明した。私が未熟であるがゆえに、現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく、耐え難いものでした。このような状況が続いていく可能性と、 一時改善されたとしても再びこのような状況になってしまう可能性がある中で、これからの未来を考えたとき、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから、離婚するという決断をいたしました。羽生は8月4日に結婚を発表したが、ファンへの感謝やスケートへの熱い思いを明かしたものの、肝心のお相手には全く触れていなかった。このため、 相手をめぐって様々な憶測が飛び交った。スクープした新聞社の反論。そうした中、意外な場所からスクープが飛び出した。9月19日、山口県の周南市や下松市、光市のニュースを発信している、日刊新周南、新周南新聞社発行、が、有料会員向けのウェブ記事で光市出身の末信真由子さんが羽生と結婚していたことを実名で報じたのだ。 派入は熱心なファンに支えられています。結婚をめぐり、母親をはじめとした派入サイドの限界体制ぶりは際立っていましたが、意外な場所からスクープが飛び出しました。当初隠したこともあってか、その後も世間の関心が高かったのは確かです。スポーツ指揮者、派入の声明を受け、SNS などでは、報道のせいだ。 という声が出ているが、新集南新聞社の担当者はこう反論する。報道後、熱心なファンから、本人が名前を出していないのに、なぜ名前を出すんだ、と苦情が来たことはありました。我々からすると、なぜ結婚相手を隠す必要があるのか、全く理解できません。ハブさんはあれだけの有名人。 そして、奥さんとなった末延真由子さんも地元では有名なバイオリニストです。しかも、地元には彼女をよく知る方も多くいて、おめでとう、という祝福の声が多数上がっていました。その事実を報じたまでです。小さな新聞社とはいえ、人権問題については重く考えていますし、掲載前に弁護士に相談しました。嘘を書いたのであれば訂正しますが、 地元が歓迎しているという事実を書いただけ。記事を出した後についても、末延さんサイドからはクレームなどは一切来ていません。この担当者は今回の離婚について、次のように本音を明かした。うちが叩かれていることは把握しています。また、ハブさんが SNS で明かした内容についても把握していますが、田舎に住む我々には有名な方の感覚はよくわかりません。 ご本人は有名アスリート。しかも奥さんも芸能人です。にもかかわらず、プライベートが、プライバシーが、とメディアを非難する。ハブさんは少し前に写真集を盛んに宣伝していましたが、都合のいい時だけメディアを使い、都合が憎ければメディアのせいにする。これはいかがなものか。そもそもこのような発表の仕方は普通なんですか 結婚発表ではマユコさんの名前を明かしませんでしたが、そもそも内緒にするような話だったのか。彼女はこそこそする必要がない方だと思います。立派なバイオリニストであり、田舎に帰ってくればノーギャラでも子供たちに演奏を聴かせてくれます。素敵な女性であり、地元の宝です。ところが、彼女の名前が公になり、取材が殺到したら、じゃあ離婚します、と。いや、 ちょっと待ってくれ、という思いです。我々からすれば地元の子が泣かされた。最後まで真夢ちゃんを守ってくれよ。男なら最後まで守り抜けよ。それが素直な気持ちです。先ほど人権の話をしましたが、結婚相手を隠し通そうなんて女性別視もいいところです。女性に対して失礼極まりない。この時代に許されるのか、世間に知られたから出ていけということでしょうか。 よくもまあこれだけ女性をバカにしたことができるなと思います。一人の人間を不幸にしたことに対する感覚が薄すぎるのではないか。わずか3ヶ月で私が彼女の父親なら訴えています。彼女のお父さんのことはよく知っていますが、天国でがっかりしていますよ。大事に大事に宝物のように育てていましたからね。あまりにもかわいそう。今回の離婚発表を受け、 マユコさんの地元では怒りの声が続出している。一連の行き札で抱いた違和感についてある男性は次のように話す。彼女の実家は地元有数の名家。お父さん、おじいちゃんは地元の名士であり、お世話になった人も多い。ハブさんのコアなファンは除けば、地元の人間は皆怒っていると思います。一人の女性と簡単に別れる。しかも、 こういった形で公表する。それがなぜ許されるのか。本人が有名人であれば女房はどうなってもいいのか。田舎の人間だからと言って馬鹿にしているのか。自分のこと、そして自分を支えるファンのことしか考えていないのではないか。捨てられた末延さんのお嬢さんがあまりにもかわいそう。別の地元男性もこう憤慨する。結婚相手を世間に知られたくない。 その理由がわからない。熱心なファンがいるからですか。人気を持ちたいのであれば嫁さんを持たない方が良かったのではないか。一人の人間として対等に扱われていないのがかわいそう。まゆちゃんは立派なバイオリニストです。彼女が耐えられません。と言うならまだしも。一方的に宣言するなんてありえない。末の武家の声が全く出てきませんが、物言えぬ状況なのでしょうか。 フィギュアの世界ではこれがまかり通るんですか妻の地元の声を聞いて、羽生は何を思うだろうか